テントさんだったり、最近それこそこっちさんが増えてきたり、こっちさん影響を受けたアーティストいますか。まあでもやっぱ菅田将暉ですね。一番こうグッときたのは、もう理想の菅田将暉の弟でなきゃいけないと思ってた。いろいろこうインタビューとか本人の話もされてるじゃないですか。すごく共感したというか。あー嬉しい、泣きそう。うわすごっ。音楽活動というか始めるきっかけとなったか。ハモネプって結構僕の中ででかくて、うわこれ絶対やろうって。おはようございます。よろしくお願いします。ゆっくりのイッタリゼロと申します。こちらけんと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。土曜日の朝に、あ、で、ありがとうございます。あなた方のため、はい、慎んで、あなた方のために。5月にリリースした、はい、喜んで、 TikTok を中心にロングヒットですけれども、ご自身の実感としていかがですか。最近じわじわちょっと実感が湧いてきたと思います。最近ですか。いや、それこそその改めてちょっと俯瞰でスケジュールとかカレンダー見た時に、あのリリースして3ヶ月しか経ってなくて、なんか体感で言うと本当 1,2 年経った感覚で、トントントンツーツーツートントン、ゲレゲレトン、ゲレゲレトン、踊れ、ゲレゲレトン、ゲレゲレトン。でリリース当初自分の曲っていう自信があって、でちょっと経ってからなんか番組とかで歌わせていただいている時に、なんかカバーを歌ってる感覚というかになって、やっとまた自分の曲として自信が湧いてくるみたいな、今その時期です。ギリギリダンス、はい、若者を中心にいろいろな人が踊ってますけど、香取慎吾さん、小林幸子さんとか、いろんな方がこう踊ってますけど、ご自身をどう受け止めてますか。いや本当、なんかそれで言うと、それはまた夢のようというか、うん、今まで見てきた人たちがなんか自分の曲でダンスをしてくださってるっていうのが、なんか意味が分かってないというか、なんか直接お礼も言いたいけど、そんなんもおこがましいなぐらいの、なんかコメント残すのもちょっと申し訳ないなぐらいの感じですね。このバズる音楽、はいはい、どう生み出してるんですか。あ、でもそれで言うと、なんか要はバズるように作ってはいなくて、うん、はい、なんだろうな、二軸で一応自分の中で考えてて、一個はまあ自分がいつまでも好きで入れる曲 でもう一個はまあ皆聴いていただいてる皆様がより楽しめるようなっていう、この二軸で考えてたのが、今の時代の言葉に変えるとバズるっていうのになってるみたいな感覚なので、なんか別にバズるようにではなく、なんかこれが偶然こっちになってて、で時代的にもなんか運がよく今聞いてくださってるんだろうなみたいな感覚。こう何がポイントというか、こうここまで皆さんにこう広まっていったっていう。そうですね、なんかいろいろコメントとかでいただくのを見ると、やっぱり僕がちゃんと本音で書いてるっていうところは結構大事かなとは思ってて、まあ実体験から出た言葉をなんとかリズミカルにするみたいな楽しげなメロディーなんだけど、メッセージはかなり強いという。そうですね。あれこうあえて狙ってこう作られたんですか。まあめっちゃ難しいんですけど、はい、自分に向けて狙って打ってるところはあって。自分に向けて。そうですね、はい、なんか外に向かって弓を打つというよりかは、自分に向かってこっちを引っ張ってこっち離すみたいな感じで、その自分が一番刺さる曲っていうのを考えた結果、偶然この自分の後ろにもみんながいたみたいな感覚です。こんにちは、こっちのケントです。ということでですね、はい、喜んでのミュージックビデオに来ておりました。コメントを読みながら、まあ、少しお話でもしていこうというコーナーでございます。アーティストとしても活動されていて、 YouTube もね、はい、動画投稿されたりしてますけど、こっちのケントさんをご紹介するにあたり、はい、肩書きって何ていうのがこう適切なんですか。そうなんですよね。いや僕もそのなんか一応その名乗るときはアーティストとして名乗ってはいるんですけど、はいはい、その場その場でそのあ
あのアーティストですだったり歌手ですだったり、あ YouTube やってますみたいな言い方をちょっと直力変えながらもカメレオンのようになるほどその場その場で擬態してます、まあ、でも昔からのちょっと一個目標としてなんか職業というよりかはその自分の名前を職業にするというか自分自身を作品にする的なあの感覚でいたのでなんかそういう意味で言うと今の状態っていうのは結構、まあ、目標に近いかなとは思いますね。またあのこっちのケントさんと、はい、独特なネーミングですけどもそうです、ね、ファンの皆さんに何と呼ばれているんですか。まあ、でもケントさんだったり、はい、最近それこそこっちさんが増えてきたりこっちさんそうなんでだっていうそもそもその音楽活動とか始めるきっかけとなったのはどこなんですか。それで言うと本当になんかそういうあれじゃないんですけどやっぱハモネプって結構僕の中ででかくて、はい、ハモネプ、はい、ハモネプリーグをちっちゃい頃に見ててなんかその楽器は弾けなかったんですけどダンスとかを習ってて音楽を聴くとかなんか体に音楽をなじませるみたいなのは結構好きだったんですけどでもなんかギターも弾けないピアノもあんま習ってたけど弾けないってなってテレビ見たらそのヒカキンさんとかがビートボックスでボイパーバトルとかもしててうわすごい人間がいるぞってなってそしたらその後にあのアカペラのなんかすごい綺麗なハーモニーでボーカルも綺麗でうわこれ絶対やろうみたいなそっからですね大学生になったら絶対ハーモネプアカペラをやるぞっていうきっかけから音楽っていう世界に入りましたね。でもそこからは一度その社会人になられたわけですよね、はいはい、何をきっかけにこう音楽の道に行こうって決断だったんですか。なんかまあうちの家族の、まあ、3兄弟なんですけど、はい、その真ん中としてなんかちょっとなんだろうなそれこそスーツ着てなんかちょっと固い仕事をやってる人になっときたいなみたいななんかバランス取りたいなみたいなのがあって、はい、っていう感覚でいたんですけどその時にまあなんかどっか背伸びしてる自分というかスーツ着てネクタイ締めて名刺交換してる時の自分ってなんか結構なんだろうな興奮気味だし、うんなんかちょっと自分をいい意味で偽ってるみたいな感覚があったのでなんかそれをあっちのケントにしてで、まあ、普段歌を歌ってるとかできるだけ素の自分で入れてるなみたいな時間をこっちのケントっていう風にそれこそサラリーマンの後半にうつ病になっちゃってで、まあ、倒れちゃってなんか両親からしても、まあ、とりあえずそっとしてくれててで、まあ、ケントがとりあえず今やれることも何もできない状態っていうのは伝わってたのでとりあえずやりたいことはやったらいいよみたいな空気感が流れてたのでもでそこから音楽を始めましたね。影響を受けたアーティストとかいますか。うん、わでもやっぱ須田まさきですねやっぱ一番それは影響受けるでしょっていう立ち位置にいるので自分が上京した時も一緒に同居してた時期があってなんかそういうのも見てたからこそこういう歌い方になってるんかなみたいなこういう曲を歌うのが好きなんだろうなみたいな勝手にその想像が膨らみやすいというかやっぱ影響を受けましたね。今の私ちょっと誘導する形でお名前引き出してしまいましたけども、私あの生田流星とこっちのケントさん共通点がね、そうですよ、兄弟が俳優業をしているという、あそっか俳優業まで一緒ですね、はい、あ確かに、で弟というね、そうですね、はい、いやまあ、すごく親近感を持っていやだから僕で言うとその理想のその弟像というか、はい、これになりたかったんですよ。これってこれちょっとこれっていうのもあれですけど、あのいろいろこうインタビューとか、はい、こう番組とかで鬼様の話もされてるじゃないですか、はい、拝見した時にすごく共感したという、あ嬉しい泣きそう。やっぱりあの一番こうグッときたのはこれも理想の須田まさきの弟でなきゃいけないと思ってたっていう、そうですね、うわもう本当にしっくりきたなと思ってえそうです、ね、いくつぐらいの時にお兄様は俳優、結構早かったですよね。ですもう小学校の頃だったんで、もう僕は幼稚園年長とか、じゃあまだもう実感もなく、もういつ頃から実感しだすんですか。あんま聞くのも逆にインタビュー不思議だ、そう僕が今まで聞かれてたことだと思って、そうですね、やっぱり小学校とかになると、あの天才テレビくんっていう番組に出てて、あそうや子供たち見るじゃないですか、はい、なんで あの人のみたいなで、あちょっと違うのかもみたいな実感してきた感じですかね。なるほど、でもその感じめっちゃ一緒かもですね、なんか違うのかもっていうのは、はい、最初の頃はそれこそもうただただ誇りに思ってなんか自慢げになんか自分からあんま言うことじゃないなとは思いつつもちょっとこぼれてるみたいな溢れてるみたいな時があってっていうのがまあ続いてましたね。でまあ、徐々にそのなんかそれこそなんか違うんだ、 うち何やっぱなんか違うぞってなってきて、うん、ってことは自分も違くいなきゃいけないみたいな、
感覚にどんどんなっていってみたいな、理想の弟としてなるためになんかやりたいことよりなんかなるべき姿に向かって、そうなるためにはこの武器を背負ってみたいな、で、あでもこの武器も持ってないから持たないとみたいなんで、自分にない要素ばっかを集めてかき集めてなんか戦場に行くみたいな感じだったので、なんかなんだろうな、今で言うと それこそ自然体で入れてるので、なんかこの武器をできるだけ下ろした方が良かったんだなみたいなのにやっと気づけてきたって感じですね今。でも菅田将暉さんのお話しされることって今はもう何も抵抗はないですか？そうですね、なんか一個抵抗があるとしたら、なんかちょっと言い過ぎるのもなんか変だなとは思いながらけど、まあなんか僕のいやもうそらうういいいいいいそうなんですよね。まあ、でもなんか分かりやすいじゃないですか、まあ、皆さんにとっても、はい、っていうところもあって、いやまあ、あんまここまで言うのもあれかそう加減がね難しいところですよねあの仲はいいんですか？めちゃくちゃいいですね。そうですか、はい、それこそ結構、まあ、兄も音楽活動してるので、はい、お互いになんかそのリリースした音楽について語ったりというか。そうですか、音楽談義みたいなのあるんですか？ああしますしますします、もうお互いの曲を褒め合うだけのただただです、ね、ハートばっか飛んでる感じのあの舞台とかもされてますけど見に行ったりしますか？あ見に行ってましたね。あの世田谷パブリックシアターでローゼンクランツとギルデンスタンは死んだっていう舞台があったんですけど、それ見てないんですよ。あ見てないですか？見たかったんですよ。兄とね、そうなんですよ、共演してるんです。いやそわ悔しい、見とけばよかった今日この日が来るとはまさかね、僕行きました。うわその時にあのご挨拶させてもらって、下がれたできるだけ見るようにしましょう。じゃ今後絶対見ますいやいやいいんです、すいません脱線してしまいましたけども。いや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 ちょっとチラ見してもらってさ、チラ見こちらカメラ。カメラ。そう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 。こっちだ。ああ、そんな感じ。もう一が後ろに見えて。ええ。こちらです。すいません、トムさん誕生日いつでした？6月13です。マジっすか？マジっすか？誕生日一緒？なかなかないですよね。なかなかないですよ。ああ本田圭佑さんと一緒です。あそうなんですよそうなんですよ最後まで動画をご覧いただいた皆様本当にありがとうございま す。この動画へのいいねやコメント、うん、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いしますフジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。